電話機の販売所がここに、変更変わっております。ところが改装中なので場所を移っています。この上のところでは天狗焼きと高尾山バームクーヘンを販売しています。工事中ですね。250のチーズタルトはここで販売をしています。これが今改装中の高尾山駅のケーブルカー乗り場の様子です。